文化系トーク YouTube グランパンパースです。あのですね、 BMSG 快進撃という形でこういうサムネでございますけども、すごいんですよね。あのね、まずあの23巻、各種配信チャート23巻ですよ。23巻 BE:FIRST、 まあ要するにこちらは ZIP ですかね、日テレの方のワイドショーで紹介されたんですが、あらゆるいろんなサイトで、1位を取ってます。その中から抜粋しますと、まあ LINE ミュージック、ミュージックビデオトップ100だったりとか、 AWA リアルタイム急上昇楽曲トップ100、あ、それから一番忘れちゃいけないのは YouTube 人気急上昇中の音楽シャープ1ね、あのこれがずっとねシャープ1というか1位だったわけですよ。で、iTunes 総合ソングランキング1位だったり、Amazon Music ね、私もこれ Amazon Music のサブスクを普段一番利用しますが、こちらの方でも人気急上昇中の楽曲トップ1位、Amazon 売れ筋ランキング1位、そう、Amazon で売れたものの1位を取っていたり、楽天ミュージックさんだったりとか、まあ、全部読んでるととてもじゃないけど、間に合わないんで、いろんなところで、1位を取りまくり、23巻でございます。そして、ツイッターを見たんですが、なんか、25巻なんじゃねえかって噂すらあります。それについては分かり次第また共有しますが、現状は23巻などは間違いがございません。はい。素晴らしいなと思います。ね。で、快進撃がいろいろ続くんですが、スカイハイさんが新しい MV を自分の YouTube チャンネルで出します。これがですね、なんと、フォーティーンズシンドローム。フォーティーンズシンドローム。フィーチャリング、ルイ・タイキ・エディ・ボーイです。で、この画像で見れるでしょうかね。これまあ、実はスカイハイさんのツイッターの方でもショート動画でちょっと上がってるんですけど、エディ・ボーイくんの正体、ついにわかるんじゃないのでしょうか。ね。まだ、ショート動画の方では顔が見えない感じになっておりますけど、ついに来るんじゃないでしょうか。そしてスカイハイさんの方のツイッターの方でも、まあ4人でね遊んでわちゃわちゃしたMV っていうね、そういう形でちょっと笑っちゃったのが、14歳の3人に混ざってね、34歳のスカイハイさん一緒に混じって遊ぶんだなっていう感じが非常に微笑ましいというかね、まあスカイハイさんだからこそできることだなっていうふうに思いますが、楽しみですね。で、要するにこのフォーテンズシンドロームの MV がね、こちらがですね、11月10日にプレミア公開、11月10日の20時にプレミア公開でございますよ。私仕事だな、プレミア公開には間に合いませんが必ず見ます。はい、いや、これ楽しみじゃないですか。楽しみな方はめちゃくちゃ多いんじゃないでしょうかね。まあね、14歳というゴールデンエイジを3人集めたということになるわけで、まあエディボーイ君ね、誰なのかなっていうこと、非常にベスティーザストミンの間で話題になっておりまして、まあね、この子なんじゃないかなっていう風な子がやっぱりいますけど、まあこのタイミングではあえて名前を出さずにね、楽しみにとっておきましょう。まあ前の動画で名前ちょっと出した気もしますがね、はい、来ますね。で、これがどのような感じの MV になってるのか、もう楽しいに決まってるんですが、まあ非常に楽しみですね。そしてですね、BE:FIRST関連、これも快進撃中の快進撃よ。やばくないですか。オールナイトニッポン、まあオールナイトニッポンクロスですけども、まあこちら以前スカイハイさんがね、エンハイプンの枠で、ちょっとお邪魔させてってもらったというか、ちょっとエンハイプンというのはちなみに K-POP グループで、ニキという日本人メンバーがいるんですけども、7人グループで、BTS の、まあこれは一般的な言い方なのでね、一応ここでこの言い方をあえてさせていただきますが、BTS の弟分的な感じで、デビューをした7人グループの K-POP グループ。で、そこの枠に、以前スカイハイさんがちょっとね、お邪魔したっていうのがありました。で、今回は、それは月曜日だったんですけども、今回これ11月12日、オールナイトニッポンクロス、BE:FIRST が担当しますということです。はい。そういうことですよ。まあ、単発なんだろうなとは思うんですが、ついにオールナイトニッポンですよ。ついにっていうかね、デビューして何日目くらいでこれってのはやばいですよね。でもやっぱりね、こういう感じになってくれるのも、BE:FIRST が、そしてスカイハイさんが、BMSG が、ラジオっていう媒体を非常に重要視しているからっていうのはあると思います。
あの BE:FIRST メンバーだったりとか SKY-HI さん、それからノベルコアさんにしてもそうだし、なんだったらね翔太くんやれいちゃんなんかも出たわけだけど、 SKY-HI さんのラジオにね、ラジオに対するやっぱり BMSG のみんなのそのなんていうか貢献度っていうのはむちゃくちゃすごいなっていう風に思うんですけど、リスペクトっていうのがあるから、こうやってオールナイトニッポン、オールナイトニッポンクロスも担当させていただけるんじゃないのかなっていう気がしますよ。でちなみに全員ではなくて、レオくんとマナトくんとジュノンくんの3人が出演予定っていう形で、なんかちょっとホワホワした感じになりそうで、なんか微笑ましい感じになりそうですね。まあ基本的にはレオくんが回していくんだろうなっていう。で、マナトくんが、まあうまいこと、それをグルーブさせて会話を。で、ジュノンくんが一発いい感じで、いい言葉を締めるんじゃないかなっていうのが予測できますが。ね、レオくん、マナトくん、ジュノンくんの3人が出演予定ということで、これはワンチャン別のメンバーでのあのパターンっていうのも、日を変えてあるんじゃないのっていうふうに思っちゃったりもしますね。はい。で、ちなみに、リンクの方も概要欄に貼っておきますけれども、つまりこれメールとかを募集しているので、番組公式ツイッターで、メールを募集する予定でって書いてあるので、放送当日もね。なので放送当日、ぜひメールを皆様打ってみてはいかがかっていうことになります。11月12日でございます。はい。で、3人。まあ、レオくんとマナトくんとジュノンくんが、3人は、今回オールナイトニッポンクロスに出演させていただくことが決まり、とても光栄です。3人で楽しんでいただけるような番組にします。新しい僕たちの一面を発見できるかもしれませんよ。ぜひ聞いてくださいとコメントを寄せたという話です。はい。まあ確かに間違いなくラジオっていうのはテレビだったりとかそういう他の媒体とかとは違くて、本当に声だけで届けるっていうことになるので、本当に初出しの情報とかっていうのもガンガン出てくるんですよね。この間というかベイ FM でね、やったジェネジっていうラジオがあって、そちらに実はねジュノン君とリョウキ君が出ていたんですが、そこでもう彼らの初めて話す言葉っていうのもあったりして、ラジオはそういう風に案外そのアーティストだったり芸能人の人たちの初めての言葉とか初めてのエピソードなんかはラジオで聞けることが多いっていうのがありますよね。はい。だからもう本当にこのね、言ってる通り新しい彼らの一面を発見できるかもしれないっていうのは間違いないんじゃないかなと。でちなみにこの番組はスマホの縦型動画アプリスマッシュと連動しており、スタジオの様子を映像で楽しむことができますと。はい。なので彼らの姿を見ながらラジオを聞きたい方はぜひスマッシュをアプリをダウンロードしてという形で、ちなみにリアルタイムに限られると思いますが、番組終了後にはスマッシュ限定のアフタートークの配信も予定しているっていう形になります。はい。こんな感じでね、とにかく23巻を取って快進撃、そしてスカイハイさんがフォーティーンズシンドロームの MV を出して、まあゴールデンエイジ14歳ときたらもうねパワーにあふれてるから、これも快進撃、そしてもう超伝統的な日本の伝統番組オールナイトニッポン、まあオールナイトニッポンクロスにBE:FIRST のマナト君、レオ君、ジュノン君が出るっていう形で、これも快進撃という形でね、もう非常に素晴らしいと思います。はい。ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。